3、2、1、はい。スノーチじゃなくてマスクがいいの、大人の恋に焦がれて。はい。この曲は、新しい学校のリーダーズさんの大人ブルーですね。概要欄にリンクを貼っておきますので、ご存知ない場合は見ていただきたいのですが、この首振りダンスが流行ってます。この曲名の大人ブルー、いわゆる大人ブルーとかけてますね。僕はしっかり首振りダンスできてないので、大人ブルーぶってます。いわゆる大人ブルーブルーですね。もうわけわからんですけど、はい、ご紹介が遅れました。サングラス1号です。今回はタイトルの大人ブルーの通り、大人っぽいブルーのウェアのご紹介です。神子シリーズ3点です。まずこちらから。はい、神子ベレーです。暑い季節でも快適な被り心地のベレー帽です。型崩れしにくく内側のベルクロでサイズ調整が簡単に行えますということです。使用は紙糸プラスというモンベルさん独自の素材が使われています。アクリルや紙糸、ナイロンやポリエステルが使われてますね。で、カラー展開はネイビー、ブラック、ダークグリーンと3種類。サイズ展開は、サイズはなんとフリーサイズ。54センチから60センチのサイズ調整ができますということですね。山でも普段でもおしゃれに着用できます。いいですね。サイズ調整ができるのが非常に嬉しいベレー帽です。頭のてっぺんのチョンがかわいい。大人キュートなベレー帽ですね。僕はサングラスなので、サングラスとベレー帽はもう軍人みたいな。軍人さんにちょっと見えたりしますね。あとは日よけがないので、そこはちょっとマイナス要素なんですけど、直射日光はちょっと辛いかもしれません。おしゃれって本当大変ですね。続いてはこちらです。はい、続いては、神子オープンカラーシャツです。高い通気性を備えた肌離れの良いシャツです。紙糸が持つ優れた吸放湿性に、コットンの肌触りの良さが加わり、暑い季節でも清涼感のある快適な着心地が持続。ゆったりとしたシルエットで、旅先や日常でのリラックスウェアとしておすすめです。手触りの良い竹製ボタンを使用していますということです。使用は紙糸プラス。こちらはコットンと紙糸が使われています。平均重量、サイズ感の平均重量は 204g。カラー展開はダークグレー、ネイビー、ホワイトの3種類ですね。サイズ展開は XS から XL まで5種類ありますね。特徴はポケット1つ、左胸にあります。特に普段使いに最適です。紙糸が持つ吸放湿性はいいのですが、着用して実感したのはウィックロンと比べるとやっぱり濡れると乾きにくいです。なので僕は汗をかきにくい涼しい時期にのみ、山でも着用してますね。落ち着いた色合いはまさに大人ブルーを超えた大人シャツ。大人シャツ。竹製ボタンもたまらん一品です。はい、3点目はこちらです。はい、神子パンツです。紙糸とコットンを組み合わせた清涼素材のパンツです。通気性に優れ、肌離れが良く、真夏でも快適に着用できます。旅先や日常でのリラックスウェアなどに最適です。ウエストは後ろ半分にゴムを入れているため、紐をほどいてもずり落ちにくい仕様です。ということですね。で、素材は紙糸プラス。これはコットンと紙糸が使われています。サイズ感の平均重量は 248g。カラー展開はタン、ネイビー、ダークグリーンの3点ですね。で、サイズ展開は S から XL の4種類。スタイルは生地厚は薄手になります。フィットはレギュラー。締め付けが少ない適度なフィット感ですね。裾周りはストレート。膝から裾にかけてまっすぐな形状です。で、特徴はポケットが3つ、腰に2つ、ヒップ右に1つと、ボタン留めになってます。フロントジッパー付きですね。こちらは普段使いのみで着用してます。非常に着心地がいいので、外出でも、自宅のリラックスウェアとしても良いです。ウエストの後ろ半分にゴムが入っているので、ゆったり着れますね。さらに紐を結んで着用する仕様なので、ずり落ちにくくなってます。これはまさに大人リラックス。大人リラックスですね。はい、神コス3点、いかがでしょうか。新しい学校のリーダーさんの大人ブルーに乗りながら、大人ブルーを着用しながら踊ってます。怖い怖い怖い。こっち見てますね。たまにちゃんと首振りダンスできてますね。大体下手ですけどね。こんな風にモンベルさんの登山道具。こんな風に、どんな風にって感じですけど。モンベルさんの登山道具や普段使いをご紹介してますので、別の動画でもぜひお会いしましょう。バイバイ。